くらか言わんじゃん。顔ごと食べればいい。種ある。それぐらいジューシー。何度もあの味を飲まないと一回で飲めないですよ。甘いんだけど甘ったるい感じがない。でも甘い。これはすごい。皮とか吸いたくなりますよ。小さい爪のうちに大きくなることを想定しながら、どこを残してどこを抜けばいいか瞬時に考えてチキンとやられてる。あれだけでもそれをさ全部やるんですよね。でこの姿勢でやるわけですよね。根性あるな。続いて
いて2つ目割れた粒を取り除き小さな粒で出荷できるかどうか調べる。えっ、そうなんだ。マジか。これもダメなんです。いよいよ最後の草です。その顔でか。はい。一房が何百万も来たんで。いや、それはそうなんです。検査に合格して出荷できるのは全体の5割ほどです。これだけ生産者が手間暇かけて栽培を行わないと見えます。ぶどうの新品種を獲得している石川県砂丘地農業研究センターです。その秘密は生い立ちにあります。ルビーロマンの原木です。あ、こんなところにポヨンって生えてる感じなんですね。すごい長く使ってますけど、これは今から20年前に、ここに種を植えてそこで、育ってるんです。ルビーロマンは富士みのりという品種を交配させたものなんですが、実はもう一本の品種が分かってないんですね。そのため県では生産者を回ってさまざまなデータを集めています。ルビーロマンがどのような性質を持つ木なのかを探り、より良い栽培方法を見つけようとしています。35.1 調査の成果は毎年開かれる栽培講習会で生産者に伝えられます。誕生して8年、ルビーロマンは8000以上のブドウなんです。まだまだこれからですし、農家の教育も得ながらですね、こういった技術の普及というのもう休憩がなかったのというふうに考えてます。ケーキ食べたら本当に選びの強さというかね。ちょっとこの品種がわからないっていうのがあるんですけど、風景の要素が非常に強いケーキないじゃん。もともとの富士みのりという品種をここに自分の味を使って品種を進めていた人間がある年に研究センター内にどこからか飛んできた花粉が、ついてたまたまできた素晴らしい実が